パットン・オズワルトはアメリカ合衆国バージニア州出身のコメディアン、俳優、声優、脚本家。1969年、バージニア州ポーツマス生まれ。父親はアメリカ海兵隊へ所属していた。パットンという名前はジョージ・パットンにちなんでいる。父親の仕事の関係で幼少期から様々な場所を転々とした後、バージニア州の高校を卒業。 大学時代は英文学を専攻した。1980年代後半からスタンダップコメディアンとしてキャリアをスタート。徐々にコメディアンとしての才能が認知されると同時に、1995年からはマット TV へライターとしての才能も開花させる。同番組への出演がきっかけで俳優として映画やテレビドラマへも出演するようになった。 アメリカ国内では、ケビン・ジェームズ主演のシットコムのキング・オブ・クイーンズのスペンサー役でも知られている。1999年には、ポール・トーマス・アンダーソン監督の意欲作、マグノリアなどにも顔を見せている。2007年には、ピクサー・アニメーション・スタジオが制作したアニメーション映画、レミーの美味しいレストランの主人公で、ネズミのレミーの声も担当。それ以降も、 精力的に活動を続け、俳優、声優としての地位を確立していった。近年では、シャーリーズ・セロンが落ちぶれた、女流作家を演じた、ヤング・アダルトへも、準主役で出演。セロン演じる、主人公と恋中に落ちる足が不自由な中年男を演じて、印象を残した。コメディアンとしての活動も継続しており、いくつかのアルバムも発売した。2005年に、 脚本家、ライターのミシェル・マクナマラと結婚し、2009年に娘アリスも生まれている。妻ミシェルは2016年4月に病死。彼女は死の直前まで70から80年代カリフォルニアで起きた未解決連続的暴行、殺人事件、通称黄金州の殺人鬼事件の真相に迫るノンフィクション作品を執筆していた。パットンは亡き妻の意志を継いで、 この作品を2018年2月に出版。その直後の2018年4月24日、長年にわたり未解決であった黄金州の殺人記事件の容疑者がカリフォルニア州にて逮捕された。警察はこの本が犯人逮捕に重要な役割を果たしたことはないと発表している。2017年11月に女優のメレディス・サレンジャーと再婚した。 ミシェル・マクナマラ、ライターワイフ・オブ・パトン・オズワルト、DS アット462016.0424閲覧、httpww.np.r.org201110151 億4137万178コメディアン・パトン・オズワルトプレイズ・ノット・マイ、ジョブハット httpww. ワシントンポスト .com ライフスタイルスタイルパットン・オズアルト・ゲッツ・フィロソフィカル・バット・ヘススティル・ファニー2011-12-14ギカ・ザントゥ・ストーリー HTML 10月27日 o A 映画天国はザ・サークルライブドアニュースありがとうございます